久しぶりだね。私だよ、リホ。高校の同級生の。え、リホ？久しぶりだね。でもどうして私の LINE 知ってるの？え？普通に高校の友達に聞いただけだよ。かおり言ってば、アカウント変えたんだったら教えてくれたらよかったのに。私、かおりが友達の LINE から消えてて焦ったんだからね。なあ、ごめんごめん。私大学になってからスマホ買い替えてさ、その時に LINE のアカウントも変えちゃったから、高校の友達でもつながってる人あんまり多くないんだよね。そうだったんだ。でも私たち Twitter とかだってつながってるじゃん。だったら DM とかで新しい LINE 教えてくれたらよかったのに。もう香りってば本当に水臭いんだから。そうだね、確かにそういう方法もありだね。その時は全然思いつかなかったよ。まあいいよそんなこと。ねえ香り、本当に久しぶりだよね。高校卒業して以来会ってなかったもん。もう2年ぶりくらいかな。元気にしてた？うん、高校卒業してからだからちょうど2年くらいだね。私は元気だったよ。リホも元気にしてた？元気元気、超元気だよ。ねえねえ、久しぶりに会いたくない？私高校卒業してから香り全く会えてないじゃん。もうね、本当に寂しかったの。え、そうなの？でもさ、高校時代私たちそんなに仲良かったっけ？確かに同じ部活ではあったけど、お互いもっと仲いい子いたよね。もう香り言ってば、何言ってんのさ。私たち超仲良しだったじゃん。香りはもう私たちの過去を忘れちゃったの？いや、忘れてないよ。でも仲良くて楽しかったっていう思い出よりもさ、あんまり良くない思い出の方が大きいっていうか、正直本当の意味で仲いいってことはなかったよね。やだ香り、そんなはっきり言わないでよ。まあ友達としての友情的なものは一切なかったけど、私たちは違う意味で仲良しだったじゃない。違う意味で？私は違う意味も何もリホと仲いいなって思ったことはないんだけど。超ウケる。やっぱり香りは変わってないんだね。安心したよ。そんな言い方するってことは、あの時のことまだ根に持ってるんだ。何の話？私リホとの高校時代のいい思い出ってあんまりなかったからさ、あの時のこととか言われても何のことだかさっぱりわかんないんだよね。またまた、そんなわざとらしくとぼけなくたっていいよ。本当は今でもちゃんと覚えてるんでしょ？私たちの一番の思い出忘れるわけないよね。自分の彼氏3回も私に取られたんだもんね。やっぱりその話だったんだ。そんな昔話するためだけに今日はわざわざ LINE してきたの？もう冷たいな。しかもそんな昔話なんて言わないでよ。私たちからしたら大事な思い出でしょ？どこが？全く大事でもないし、思い出とも言えないと思うけど、私からしたら思い出したくないことなんだけど。ひどい。せっかく同じ男を共有し合った仲なのに、何もそんな言い方しなくてもいいんじゃないの？いい加減にしてよ。同じ男を共有し合ったとか、そんな気分の悪くなるような言い方やめてくれる？なんで？私何も間違ったこと言ってないよね。むしろ私が代わりのお風呂をもらってたんだよ。そう考えたらまだ代わりの方がいい気分だったと思うけど。いい気分も何もないでしょ。お風呂はもらってたとか都合よく言ってるけど、結局リホが私の彼氏を奪っただけじゃん。それなのにお互い同意してたような言い方やめてほしい。まあそうやってすぐ怒るのやめなよ。そんな短気な性格してるから、今までの彼氏もすぐ私に取られたんじゃないの？あのさ、こんな話したらもうやめていいかな。私はリホとこんな話するのに時間使いたくないし、できれば思い出したくないことなんだよね。面白半分でそうやって話してるんだったらやめてくれる？わかったよ。じゃあそろそろ本題に入ろうかな。本題？まだ何か話すことがあるの？またさっきみたいな内容の話だったら話すつもりないけど。違う違う、さすがにそんな昔の話じゃないよ。
さっきまでの思い出は余興だよ余興。ここからは真面目な話。真面目な話ね。何？本当にリホのしょうもない思い出話に付き合ってる暇ないから、要件があるんだったら早くしてほしいんだけど。はいはい、わかりましたよ。まあそんな素っ気ない感じだけどさ、代わりにとっても大事な話なんだからね。私にとってもって何？私にも関係がある話ってこと？そういうこと。実は私ね、今度結婚することになったの。大学もこの間辞めてきたところなんだ。え？結婚ってまたいきなりだね。大学もせっかく入ったのにもったいないと思うけど、結婚するなら仕方ないか。急に結婚が決まっちゃったからさ、考える暇もなく大学辞める羽目になっちゃったよ。でもね、新婚生活が待ってるからこれはこれでいいな。そっか、リホがいいならいいんじゃない？というか、リホの結婚報告なら私には関係ないよね。言っておくけど、頼まれても結婚式は行かないからね。もう話が早すぎるよ。結婚式の話じゃないってば。まだ話にはちゃんと続きがあるから聞いて。何？どう考えても私には関係ないと思うんだけど。実は私ね、妊娠してるの。え？妊娠？そうなの。ちなみに私のお腹の子の父親なんだけど、あんたの彼氏のタクヤくんです。はあ？美穂のお腹の子供の父親がタクヤ？いや、ちょっと待ってよ、何言ってんの？私は事実を伝えただけだよ。タクヤくんとは半年くらい前から関係持ってるんだけど、ついこの間妊娠してることが分かったの。私、代わりの彼氏の子を妊娠しちゃった。冗談でしょ。いくらなんでも冗談きついんだけど。ていうか、タクヤは今も私と付き合ってるんだよ。それなのにリホと結婚するはずない。あだ、そんなムキにならないだよ。しょうがないよね、私が妊娠しちゃったんだから。それに私が結婚しようって言ったらいいよって言ってくれたし、今なんてほぼ私のアパートにいるんだよ。嘘よ、そんな話嘘に決まってる。私は信じないから。信じなくても結構な。今拓也くんから連絡が来たんだけど、今から香里に別れるって言ってさ。もうすぐ別れるって拓也くんから LINE 来ると思うよ。今来た。他の女の子を妊娠させて結婚することになったから別れてくれって。この女の子ってリホのことだよね。あは、やっぱり振られちゃったんだ。残念だったね。でも仕方ないよね、タクヤくんは私を選んだんだから。私がどうにかできる問題じゃないし、タクヤくんが決めたことだから。ひどい。どうしていつも私の彼氏ばっかり取るの？そんなことして楽しいわけ？え、楽しいよ。完璧で男女からの人気がある香りが悔しそうな顔するの。見てるの昔から大好きなの。大学は離れちゃったからあれかなと思ってたけど、たまたま代わりに彼氏がいるって話聞いて詳しく教えてもらったの。そしたらこんな簡単に覚えちゃうんだもん。ほんとおかしい。最低。ひどいよリホ。ここまでひどい人だと思わなかった。ごめんね。結局私の方が魅力があるってことだから諦めて。じゃあ私はこれからタクヤくんとの新婚生活楽しむから、代わりもせいぜい男探し頑張ってね。香里、私だけどまだブロックされてないかな。何？ブロックするの忘れてたから今からするね。ちょっと待ってよ。今日はね、香里に言いたいことがあって LINE したの。また？どうせろくな話じゃないんでしょ。へへへ、実はついさっき拓也くんと婚姻届を出してきたの。私たち晴れて新婚夫婦になりました。そうだったんだ、よかったね。まあ話薄いぞ。せっかく友達と元彼が結婚したんだからさ、もっと心込めてお祝いするものじゃないの？まあそうだね、
本当におめでたいと思ってるよ。よかったね、晴れてクズ男と結婚できて。え、クズ男って何？もしかしてタクヤくんのこと言ってるの？あ、他に誰がいると思う？紛れもなくお宅の旦那のことですけど。あ、何言ってんの、タクヤくんがクズなわけないじゃん。変なこと言わないでくれる？その様子だとまだ知らないんだね、タクヤがどんだけクズ男なのか。なんなのよ、そもそもあんたの彼氏でしょ。クズだと思うんだったらなんで付き合ってたのよ。どうせ私にタクヤくんを取られて悔しいからそんなこと言ってんでしょ。ああそうだ、言い忘れてた。私の中でタクヤの気持ちはとっくの昔になくなってるから。あ、何言ってるの、どういう意味？そもそも私がタクヤと付き合ってるって話聞いたの、私と同じ大学の山中くんからでしょ。半年前くらいに山中くんに久しぶりに声かけられて言われたの。この前たまたまリホに会ってお前のこと聞かれたよって。リホのことだからきっと私に彼氏ができたって知ったら奪いに来るだろうなって思ったから、つい最近まで我慢して付き合ってたわけ。わかる？何それ、ってことは前からもう好きじゃなかったってこと？当たり前でしょ。本当は半年前くらいに私がもう限界で別れようか悩んでたんだけど、その時たまたまさっきの山中くんの件があって、リホはタクヤのことをバーに来るまで待とうと思ったの。ま、案の定すぐにタクヤとは LINE でやり取りしてたみたいだし、リホの行動なんて全部お見通しだったよ。ふざけないで、私とタクヤくんが付き合うことが分かってたのは本当だとして、クズ男っていうのは嘘なんでしょ。どうせ私に取られるのが悔しいからそんな苦しい嘘ついてるんでしょ。浮気なんて日常茶飯事、人の財布からお金勝手に取ってパチンコ三昧、これでもクズ男って言わないのかな。え、タクヤくんが浮気なんてするはずない、お金だって勝手に取ったりするはずない、全部代わりの嘘でしょ。まあ信じないならいいけど、そもそもリホと関係を持ったのだって肌から見たらタクヤの浮気でしょ。自分のお財布もちゃんと管理しといた方がいいと思うよ。余計なお世話よ、あんたの言うことなんて信じないから。お自由にどうぞ。まあリホのおかげで私もやっとあの男と別れられたし、本当に感謝してるよ。本当にありがとね。なんなのよ、私は信仰で幸せいっぱいなの、妬まないで。はいはい、まあいろいろ大変だと思うけど、信仰生活せいぜい楽しんでください。私はそのままリホの LINE をブロックして一切の関わりを断ちました。後日例の山中くんとまた話す機会があり、話を聞いたところ、リホは結婚して1週間も経たないうちにタクヤに浮気され、相変わらずのパチンコ三昧で生活費もカツカツ、実家が厳しいリホは妊娠で大学を辞めたことによって実家からも縁を切られ、今では生活が回らない状態で困っているようです。もういい加減にしてよ、何なのよあんた。え、美咲さんと祐介さんは3年も前に離婚成立しているでしょ。なのに今更何なのよ、どんだけ執念深いのよ。ちょっと待って、いきなり何なの。はぁ、何その態度、あんた自分のしたことがバレてないとでも思ってるの。はい、あの全然話が見えないんだけど。あのね、もう祐介さんは私のものなの、あんたから奪って祐介さんは私の旦那なの、もう彼はあんたのことなんて何とも思ってないんだからね、分かったら復縁しようなんて思わないことね。え、ちょっと待って、本当に何なの、私が祐介と復縁ですって。ええ、そうよ、あのそんなこと一度も考えたことすらないんだけど。しらばっくれてんじゃないわよ、彼と復縁したいから私に毎日手紙を送ってくるんでしょ。え、手紙？彼を返してって毎日手紙をポストに入れてるじゃない。え？郵便切手は貼られてないし、わざわざ直接ポストに入れに来てるんでしょ。本当に気持ち悪いわ、あんたってこんなにしつこい女だったのね。え？それにこの間なんて1時間以上もインターホン鳴らしやがって、
あんたのせいでね、こっちはストレスで10円ハギができたのよ。一体どうしてくれるのよ。ちょっと待って。私本当に身に覚えがないんだけど。はぁ？だから、本当に知らないの。手紙なんてここ数年書いてないし、ましてや、あんな浮気男と復縁なんてしたくもないわ。インターホンだって、その前に、あなたたちの家すら知らないわよ。じゃあ、あんたの他に誰がいるって言うのよ。彼を返してって手紙をあんた以外に書く人なんていないでしょ。そんなこと言われても渡しちゃわないんだもの。そんな言い訳が通じると思ってるの？玄関に防犯カメラとかついてないの？もしついてないなら今すぐつけた方がいいわ。そしたらすぐに真犯人だってわかるじゃない。は？なんで犯人があんたってわかってるのにこっちが高い金出してカメラなんて設置しないといけないのよ。いやだから私じゃないんだってば。いいや、絶対にあんたでしょ。私にはわかるんだからね。私に彼を奪われて恨む気持ちもわかるけど、ゆうすけさんもう私のものなの。彼が愛してるのは私なの。それなのに未練たらしく復縁なんて求めてんじゃないわよ、このペセ、この負け組女。は？彼のことはもう金輪際諦めてちょうだい。次手紙なんか入れたら直接あんたの家に殴り込みに行くからね。美咲、病院の入院手続きは終わった？検査結果も大丈夫？うん、ついさっき個室に案内されたところよ。検査結果も特に問題なくて大丈夫。ならよかった。あとは予定通り明日計画分娩するだけだね。このご時世、俺は病院には行けないけど頑張ってね。ありがとう。俺も赤ちゃんが来る準備バッチリしておくから、産後の美咲が家でゆっくり休めるように俺いっぱい頑張るよ。本当にありがとね、大輝。でも、そっか、産後か。え、なんかあった？実はね、ついさっき別れた旦那の奥さんから連絡があったの。え、別れた旦那ってあれだよね、浮気したやつだよね。そう、その旦那よ。で、その時の浮気相手が今の奥さんなの。マジかよ。でもそんな相手が美咲に何の連絡を？元旦那に復縁を求めるのはやめてくれって言われたわ。え？もちろんそんなことしてないわよ。でも彼女たちのお家に最近不審な手紙が入ってるんですって。彼を返せって書かれているらしくて、それで私が犯人だと思い込んでるみたいなのよ。なんだよそれ。そんなの美咲がやるわけないじゃないか。これから俺との子供を産むっていうのに。最近じゃインターホンを長時間鳴らされているみたいだね。否定しても聞く耳持たずって感じで、次また同じことがあったら私の家に怒鳴り込むって言ってたの。え、うちに？犯人がわからないと止めようがないし、遅かれ早かれ彼女たちが乗り込んでくると思うのよ。それを考えたらちょっと、いや、かなり憂鬱でね。産後の家に乗り込まれるなんてかなり面倒でしょ。嘘だろ、まさかこんなことになっていたなんて。え？あ、ごめん美咲、実はずっと黙っていたんだけど、ここ最近君の元旦那から電話がしつこいんだ。え？先月かな、急に電話が来て俺が出たんだ。再婚してるって知らなかったんだろうね。すごく驚いていたよ。それで彼はなんて？もう俺と再婚してることは伝えたんだけど、直接会わせてくれ、俺はもう一度美咲とやり直したいんだって。え？美咲に余計なストレスをかけたくなくて電話を俺の方に繋がるようにしておいたんだ。元旦那から電話が来たり、その奥さんから連絡が来たり。そうだったの？全然気がつかなかったわ。それでもしものことを考えて、実は今朝防犯カメラを設置したんだよね。もし家に来たら即刻警察に突き出せるようにしようと思って。え、もうカメラも買ったの？なんかあってからじゃ遅いだろ。でもこんな大事なことを黙っててごめんね。妊娠中はなるべくストレスを感じてほしくないし、心配かけたくなくて黙ってたんだ。うん、ありがとう。とりあえず私たちのできる対策はしてるし、しばらくは様子を見よっか。彼女が乗り込んできても別れた旦那が乗り込んできても、カメラの映像があれば警察に突き出せるでしょ。
警察に突き出すのは俺に任せておいて。だから美咲は出産に集中してね。明日はついに俺たちの大事な子供が生まれるんだから。わかってる。それじゃあまた明日ね。無事に生まれたらまた連絡するから。もういい加減にして。何があっても私と彼は別れないんだから、何度嫌がらせしても無駄なんだからね。は？あんたも懲りない女ね。今朝また変な手紙やインターホン攻撃したでしょ。いい加減にしなさいよ。だから私はしてないってば。冤罪をかけるのもいい加減にして。はぁ、あ、犯人のくせにしらばっくれてんじゃないわよ。昨日の今日で仕掛けてくるなんてほんといい根性してるじゃない。だから私じゃないんだってば。お願いだから防犯カメラとか設置してくれない？それさえすれば私の冤罪がわかると思うんだけど。だからなんでわざわざ金出してカメラ設置しないといけないのよ。あんたが犯人ってわかってるのに。もうまたこの繰り返し。まああんたが彼に未練たらたらな気持ちもわかるわよ。だってゆうすけさんは年収1000万超えのエリート社員だし、将来幹部候補も確実って噂だもの。そんな旦那を奪われちゃ未練も消えないよね。ブスにしては頑張って掴んだ旦那様だもんね。は？でもさ、よく考えてみなよ。そんなエリート社員の彼とブスなあんたが夫婦として釣り合ってると思うわけ？は？離婚してからもゆうすけさんはよく言ってるわ。料理が上手なだけのブス読みと別れてよかった。俺はユミが奥さんになってくれて嬉しいよって。はあ。ぷぷぷぷぷぷぷ。それなのに必死に復縁お願いしてて超ウケる。これだからブスってかわいそうよね。捨てられた旦那にすがりつくことしかできないんだもの。あのさ、もういい加減にしてくれる？何度も言うけど、ゆうすけとの復縁なんて考えてないから。手紙も一切送ってないから。いい加減にするのはお前の方だっつーの、このブス元嫁が。はぁ？そういうわけで彼は今も私にメロメロなの。あんたが入り込む隙間なんてないんだよ。分かったらとっとと彼のことは諦めなさい。次家に来たら本当に警察に通報するからね。彼がブスの元嫁に戻るわけないでしょ。私入院中ですけど。え？私病院で入院中なの。だから何度も言ってるように手紙も入れてないし、インターホンだって押してないからね。入院って本当に？本当はあんたたちに知られたくなかったけど、ここまで来たら言うしかないわよね。実は私再婚して子供を妊娠していたの。え？再婚？で、昨日の夜から今朝にかけて出産していたのよね。え？私が犯人じゃないって証拠さえあれば信じてくれるよね。夫が立ち会えないから出産の様子を動画で撮ってもらっていたの。もちろん日付も時間も入ってるから立派な証拠になるわよね。嘘でしょ？再婚したとか聞いてないんだけど。再婚もして素敵な旦那さんとの子供もできて、そんな幸せな時に別れた旦那たちに嫌がらせなんてするわけないでしょ？悪いけど真犯人は別にいるからもう私には関わらないで。ちょっと待ってよ。真犯人は別にいるって言われてもわかんないわよ。あんたが犯人じゃないなら一体誰が手紙を家に入れてるのよ。そんなの私が知るわけないでしょ。でもまあ手紙の内容から考えるに明らかに女関係のトラブルよね。いっそのことユースケに聞いた方が早いんじゃないかしら。え？実はね、私の夫が言うにはユースケが何回もうちに連絡してるみたいなのよ。私と復縁したいって騒いでるんですって。え、ユースケさんが？あんたと復縁を？なんで？だからそんなの知らないわよ。まずは夫婦で話し合いなさい。ではこれで失礼します。産後でもう心身ともにボロボロなの。お願いだから休ませてちょうだい。出産お疲れ様。さっき病院から連絡をもらったよ。ごめんね、連絡をくれて。産後にすぐ寝ちゃってさ。そんなの気にしなくていいんだよ。
お医者さんが言うには退院は予定通りにできるって。ならよかった。あ、そうそう、それと美咲の別れた元旦那のことだけど、無事なんとか落ち着きそうなんだ。だから安心して帰ってきてね。え、なんかあったの？実は昨日ついに家にやってきたんだよ。え？追い返しても美咲に会うまでは帰らないって言い出してさ、ついには泣き落とし作戦に出たのか、俺にペラペラ全部打ち明けてきたんだよ。全部って？あの男また女遊びをしていたみたいだぞ。え？浮気で離婚になって、その浮気相手と結婚して、なのに次はまた別の女と浮気してるみたいなんだ。しかもかなりの人と遊んでるみたい。うわぁ、もうすべてにドン引きだわ。しかもその浮気相手のうちの一人がかなりのメンヘラらしくて、もうどうしようもなくなって美咲のところに逃げてきたんだよ。元嫁だから助けてくれるはずだってうるさかったよ。なんて男なの。でも防犯カメラの映像もあるし、音声もしっかり拾ってくれるカメラにしたんだ。だからこのビデオ全部今の奥さんに聞かせるぞって言ったら、二度と来ません、失礼しましたって逃げていったよ。さすが私の旦那様、頼りになるわ。これからは旦那であり父親でもあるからね。とにかくこれで一安心だろ。だから気にせず帰ってきてね。うん、それじゃあまた明日ね。午後にタクシーで帰るから。ちょっと美咲さん、あんたの元旦那どうなってるのよ。え？あの後すぐにゆうすけさんを問い詰めたの。そしたら全部打ち明けてくれたわ。私以外にも女と関係を持ってること、その女がヤバいらしくてストーカーになってることもね。それじゃあ手紙とかの犯人もその浮気相手が？ええ、そうよ。俺には私だけって言ってたのに。なのに結婚してまた浮気って、こいつ何かで病気なんじゃないの？ひごね、私もそう思うわ。この私を裏切るなんて最低よ。もうこんな奴とは離婚するから。ほら、いいの？年収1000万のエリート社員なのに。お金はいくらあってもいいけど、命は一つしかないんだよ。え？今朝はものすごく大変だったんだからね。そのメンヘラ浮気相手が包丁を持って我が家に乗り込んできたのよ。え、包丁？なんとか彼が追い返してくれたけど、もう、結婚生活なんて安心して送れないわ。だから彼と離婚する。離婚届を出すから、あんたは慰謝料払って。え？私が、慰謝料？そうよ。ろくでもない男を私に押し付けた責任を取れ。彼と離婚するから私に慰謝料払いなさい。はい？なんで私が払わないといけないのよ。意味が全然わからないんだけど。だって彼が慰謝料を払うお金がないって言うんだもの。貯金も浮気相手とのデートで使い込んでほとんどないって。だから離婚するなら慰謝料はゼロ円だって。あら。でもあんたはたくさんもらっていたわよね。年収1000万以上のエリート社員さんだったからね。財産分与も合わせて1000万近くはもらったかしら。こんなの不公平よ。だから彼の代わりにあんたが私にお金を出してよ。はぁ？うるさい。とにかく金をよこせ。あんたの元旦那なんだから、元嫁として責任取りなさいよ。ああ、そんなこと言っていいんだ。え？せっかくあなたに有利な証拠を持ってるのに、そんなこと言われるなら、あなたに無料であげるのやめた。え？あなたは気がついていないみたいだから教えてあげるね。実はゆうすけのやつ、浮気相手が複数にいるみたいなのよ。え？複数に？メンヘラの一人じゃないの？複数いる浮気相手のうちの一人がメンヘラなのよ。それでストーカーになってしまったみたいなの。ちょっと待ってよ。複数にいて、そんなことユウスケさんは言っていなかったわよ。浮気相手は一人だけだって。この後に及んで、都合悪いことは隠そうだなんてダサい人よね。あんな男で本当に仕事できる人なのかしら。嘘でしょ？私以外にたくさんの女と浮気って、私だけを愛してるって言っていたのに。所詮浮気なんてする男だもの。誰が妻になろうと根っこは変わらないわよね。そんな。で、実は先日我が家にユウスケが乗り込んできたみたいでね。え？その時の会話の様子は私の夫が録音しておいたのよ。音声もバッチリ入っていて、ユウスケは複数の女と関係を持ってるって自白証拠がたっぷりよ。え？これだけあれば、たとえユウスケにお金がなくても
浮気相手全員に慰謝料請求できるんじゃないかしら。一人50万円だとしても2000万は集まりそうだけど。そのビデオちょうだい、今すぐちょうだい。別にいいけど、タダではあげないわよ。え？言ったでしょ、タダであげるのはやめたって。我が家に設置した防犯カメラ代がね、そこそこの金額かかったみたいなの。だからその金額と交換よ。ひどい、お金を取るっていうの。最初はタダであげようかと思ったけど、あなた私に慰謝料請求なんてしてくるんだもの。失礼な人にタダであげるほど優しくないのよね。そんな。文句があるなら自分で全員分の証拠を集めたら。ま、あのユウスケが簡単に口を割るとは思えないけど。それに離婚まで時間がかかったら、また包丁ガールが家に乗り込んでくるかもね。それだけは勘弁して。わかったわかったわよ。お金払えばいいんでしょ。あんたの言い値で払ってやるわよ。だから証拠動画を私にちょうだい。マイノリー。じゃあ後ほど振込先と金額を伝えるわね。振り込みが確認できたら動画を渡すから、そしたらもう二度と私たちの前には現れないでちょうだい。こっちはもう幸せな次の人生を送っているの。わかった。絶対にもう連絡しない。現れない。だからお願いします。証拠動画を私にください。ユミさんは私たちから40万円で証拠動画を買い取ってくれました。そしてユミさんはその動画をもとにユウスケと離婚へ。その後すぐにユウスケの浮気相手に片っ端から慰謝料請求したそうですが、離婚者だなんて知らなかったと言われ、念願の慰謝料請求はできなかったようです。それでも唯一のメンヘラストーカー女だけは、彼と離婚してくれてありがとうございますと40万を包んでくれたそうですが、結局プラマイゼロでユミさんは一文なしで実家に出戻ったと聞いています。一方元夫のユウスケはというと、ストーカー女と結婚することになり、今カバン、服、スマホなど全ての私物に GPS を入れられ、超絶厳しい監視生活を送っているそうです。どうも、後期の母の香里です。今日はどうもありがとうございました。でも残念なことに我が家とは縁がなかったということで、どうぞお元気でね、アスカさん。待ってください、香里さん。私の何がダメだったんでしょうか。このままコウキさんとのことを諦めるなんてできません。はい。本日は結婚の挨拶ということでお家にお邪魔させていただきました。ですが玄関から先は上がらせてもらえず、お話もろくにさせてもらえないままで、こんな状態では彼との結婚を諦めきれません。あなたの気持ちなんてどうでもいいんです。あなたは息子にふさわしくない。この事実だけあれば十分だわ。一体何がふさわしくないんでしょうか。自分で言うのもあれですが、会社経営もしており、社会人として大人として女性として十分に自立しているつもりです。確かにその点は素晴らしいと思うわ。うちの後期も大企業で活躍しているし、そんな息子にも引けを取らない女性なんてなかなかいないもの。ではどうして私たちの結婚に反対されるんでしょうか。いくら地位やお金があっても、結婚するなら子供のこととかも考えないといけないでしょ。だからね、嫁となる人の顔があれだとね。ええ、ご存知だと思うけど、息子の後期はそれなりに顔立ちが整っているでしょ。だからきっと子供ができたらその子も顔立ちが整っているはずよ。でもそこにもしお嫁さんの DNA が邪魔をしたらねえ、子供も後期もかわいそうでしょ。あの、おっしゃっている意味がよくわからないのですが。じゃあ自分の顔を鏡で見てごらんなさい。そしたら結婚を反対される理由がわかるはずよ。それじゃあね、あなたがあなたに似合う人と出会えることを祈っているわ。こんにちは、後期の妹の萌です。先ほどは母が変な連絡をしたみたいですみません。萌さん、こんにちは。今日は同席してくれてありがとうございました。と言っても玄関でのご挨拶になってしまいましたけど。大丈夫ですよ、特に気にしていないので。それよりも母からの連絡は随分と要領を得ない連絡でしたよね。まあそうですね、
私に反対する理由が不明確というか、なんというか、鏡を見ればわかるからしか結局教えてもらえなかったんです。母は昔からそうなんですよね。遠回しすぎると言いますか、確実に相手に言いたいことはあるはずなのに、変なところで上品ぶって直接的には言わないというか。はあ。なので母の代理として我が家の相違をお伝えします。きっと母のあのラインじゃ、アスカさん、諦められるものも諦められないですよね。ではお伝えします。ブスは我が家に必要ない、以上になります。え、母が言うには、二重でパッチリ目の我が家の DNA に重い一重の DNA なんて入れたくないとのことです。ちょっと待ってください。え、結婚に反対する理由ってそれだけ？私の目が一重だからって言うんですか？細かく言うと、その他にも理由はあるそうですよ。鼻がそこまで高くなくてぺしゃんこだとか、おでこが広すぎるとか、肌が色白じゃないとか、まああれですよ。はっきり言うと、アスカさんはブスだってことです。そして母はブスな嫁は必要ないと言いたいんです。ブスって、でもコウキさんはそんな私を妻にしたいって言ってくれたんですよ。顔の美醜の判断基準は人それぞれですけど、息子さんの意思は尊重されないんですか？息子さんのコウキさんはそんな私を好きだと言ってくれているんです。ごめんなさい、その兄も婚約破棄でいいと言っているんですよね。え、やっぱりブスすぎたかって隣で笑ってますよ。なんならもう早速次の彼女探しを始めていますから。どういうこと？女社長と結婚したら紐になれると思ってあなたと付き合ったみたいです。でも母がそこまで反対するなら婚約破棄でいいって言っています。残念でしたね、兄にあっさりと振られちゃって。嘘でしょ、そんな、私の紐になりたかっただけって。萌えさん、隣にコウキさんがいるなら代わってもらえますか？実は何度連絡をしても返信が来ないんです。は？誰がブスに取り次ぐもんですか。いい加減に諦めてくれませんか。ブス女はどうやっても兄と結婚なんてできないんですよ。え、我が家の相違だって最初に言いましたよね。あんたみたいなブスは兄の嫁にふさわしくないんです。これは母も父も妹の私、なんなら兄自身もそう思っていますから。そんな、ブスのくせにうちの兄と結婚できると思い込んでてバカみたい。身の程を知ってくださいよ。こんなのっていくらなんでもひどいです。婚約破棄の理由がブスだからって、あなたもあなたのご両親もコウキさんも人に言っていいことと悪いことくらいわかりますよね。わかるけど、ブスなら別に問題ないでしょ。だってブスには人権がないんだもん。は？だいたい顔だけがブスだと思ったら大間違いだから。あんたはメイクも超ブス。玄関であんたの顔を見たとき笑ったわ。何あの眉毛とアイシャドウ、薄すぎてブスが強調されてるから。婚約者のご家族に会うのに濃くて派手なメイクだと敬遠されるかと配慮したゆえです。ブスの顔を隠すには濃いメイクしかないっつーの。すっぴん風ナチュラルメイクで盛れるのは真の可愛い子だけだから。はあ。それにあの真っ赤な口紅も超ウケた。ブスのくせにメイクの勉強したことないとか終わってるから。あの口紅は私のお気に入りのカラーです。勇気の出るメイクグッズといいますか、ここぞという時にこそ使いたい私の特別な口紅です。ならせめて自分に似合うものにしなよ。あんたどうせ自分がブルベかイエベかすら知らないでしょ。ブスは男を漁る前にまずは自分の顔面を気にした方が絶対にいいから。なぜあなたにそこまで言われないといけないんでしょうか。結婚を考えていた人に捨てられ、その家族には徹底的にバカにされ、正直言って不快でしかありません。あーごめんね、私超メイクオタクでアイドルオタクでもあるの。だからブスとメイク下手な女を見るとついきついこと言っちゃうんだよね。はあ、まあでもあなたもこれを機会に少しは自分を磨くといいよ。彼にも女社長なんでしょ。こんなブスじゃ社員もついていかないって。あ、社員以前に世の男性全員ついていかないか。あんたみたいなブスが嫁って不釣り合いすぎだから、家に帰ってブスは鏡でも見て泣いてなさい。では内定を取り消しますね。え、ブスに人権はない、ブスは鏡でも見て泣いていろ、
萌さんの考えは当社の理念と大きくかけ離れているようですね。え？当社？コウキさんとの婚約破棄の件はかしこまりました。復縁する可能性は 1% もないということと、自分の男を見る目のなさが分かったのでもう十分です。今までありがとうございましたとコウキさんにお伝えください。そして萌さんも当社へのエントリーありがとうございました。後日萌さんには内定取り消しの連絡を改めてしますね。え？なになになに？一体何の話？なんで急に私の内定の話が出てくるの？しかも内定取り消しって全然意味がわかんないんですけど。萌さんってドクター B ラボって会社から内定をいただいていますよね。私その会社を経営しているんですよ。はあ？経営ってことは社長？はい、萌さんには昨年からインターンとして来てもらっていましたよね。直接お会いする機会はインターン1日目の挨拶くらいでしたけど、自分の勤める会社のトップくらいはちゃんと顔と名前を覚えておきましょうね。ええ、でも内定取り消しになるので今さら私を覚えても意味がないですよね。どうぞ私の名前も顔も忘れたままで大丈夫ですよ。嘘よね。あなたがそんな会社の社長って、しかも私が必死に頑張ってもぎ取った内定先の社長って。確かに必死に頑張ってくれていたようですね。インターンの時の評価は周りからよく聞いています。メイクへの熱い思いと行動力が評価されて一番に内定が決まったくらいです。そうなんですか？でも内定は取り消します。社長判断で取り消します。え？ごめんなさいね。私これでもメイク会社の社長なの。だから会社理念と異なる人や見た目を小バカにする人を見るとつい自分から遠ざけたくなっちゃうの。待ってください。そんな、さっきのは全部冗談です。本心からの言葉じゃありませんから。今の言葉こそが本心じゃないわよね。内定取り消しが嫌だからって心にもないことを言うのはやめてください。でも私本当にあなたの会社に入りたくて頑張ったんです。メイク用品がめちゃくちゃ好きで、ここなら理想のメイク用品を作れるって思ったんです。ならもうちょっと自分の立場ってものを理解した方がいいですよ。今時は採用試験中の発言や行動よりも内定を出してからの発言や素行の方が厳しくチェックされるものです。内定イコール就活終了じゃありませんからね。そんな私の会社理念はその人が勇気を出せる唯一無二のメイク用品を作ること。その理念に反するような人は必要ありません。ブスに人権はないと発言をする人なんて特に必要ありません。待ってください。一度だけでも話を聞いてください。お願いします。私本当に御社で働きたいんです。まさか兄の婚約者さんが社長だとは思わなくて、私兄との結婚に賛成します。だからお願いします。内定取り消しだけは許してください。お願いよアスカさん、娘の萌からたくさん連絡が来ているでしょ。私からも頼むから内定取り消しを考え直してちょうだいな。香織さんが断固として私に反対していたように、私にも譲れないものがあります。会社は私にとって大事な子供同然、その子供にあなたの娘さんはふさわしくないんですよ。そんなことを言わないでちょうだい。あの子はメイク用品の会社で働くことが小さい頃からの夢だったのよ。あなたの会社から内定をもらった時はもう泣いて喜んでいたくらいなんだから。萌さんの熱い思いは会社社長としてよく存じております。しかしながら会社はイメージというものが非常に大切なんです。ブスは人権なしなどと発言する社員を雇っているとなると、会社も同じ考えなのかと思われてしまいますので。それならもう大丈夫よ。娘は改心したの。だからお願いします。内定を取り消さないであげて。なんだったら息子との結婚も認めてあげるから。嫌です。社長に喧嘩を売った者の末路です。何よ、人がこんなに頼んでいるのに社長ごときが調子に乗りやがって。はい、こっちが下手に出てるからっていい気になってんじゃないわよ、こんなブス社長が。そもそも社長独断の内定取り消しなんて不当なのよ。こっちが訴えたら勝てるんだからね。まさかの逆ギレですか。逆ギレでも何でもいいわよ。息子と結婚してもいいのよ。娘も改心したって言ってるし、内定を取り消さないとあんたのこと訴えてやるんだから。
人をバカにしたり役切れで詰め寄ってきたり、ほんといい趣味ばかり持っていますね。どうぞ訴えるのは個人の自由ですから好きにしてください。でもこちらには他にも正当な理由があるということをお忘れなく。え、どういうこと？実は先ほど萌えさんの方から正式に内定辞退の連絡がありました。萌えが？内定取り消しのことなんてお母さんが何とかするって言ったのに。何ともできませんよ。そもそも萌えさんは大学を卒業できないそうですから。え？萌えさんの採用は新卒採用枠でした。なので単位が取れなくて卒業できないとなると、それは正当な内定取り消しの理由になるんです。単位が取れなくてですって？ってことはうちの娘が留年？なんで？そんなの知りませんよ。ああそうだ、萌さんには来年卒業できても今後二度と当社にはエントリーすら不可能だとお伝えしておいてくれますか？ええ、ではこれで失礼します。萌さんが単位取得できなかった理由は、大好きなアイドルを追っかけすぎて大事な試験をいくつかすっぽかしていたからなんだとか。しかも大学では周りにブスなあんたらと違って私は努力してるからなどと内定自慢をしていたそうで、今は大学内でちょっとした笑われ者になっているそうです。そしてコウキさんは会社で俺の顔に免じてなどとふざけた謝罪で取引先を怒らせ降格処分に。香里さんはこれは全部あの女社長の呪いよと、なぜか私の会社の商品を買い漁っては、家族全員がこれ以上不幸なことが起きないようにと祈りを捧げているようです。よくわかりませんが大量購入していただき、いつもありがとうございます。楓さん、お兄ちゃんから聞きましたよ。ご結婚おめでとうございます。みおちゃん、ありがとう。お兄ちゃんたらついにプロポーズを決めたんですね。そして楓さんも OK してくれたんですよね。そうなの、こないだのデートで大和さんにプロポーズしてもらっちゃった。お兄ちゃんたら恥ずかしがってちゃんと教えてくれないんですよ。ちゃんとビシッと決めてました。婚約指輪のサイズはぴったりでした。私が嬉しさで泣いちゃうくらいにはビシッと決めてくれたよ。指輪もすごく高価なものをいただいたわ。お兄ちゃんも案外やる。今度改めてご実家にご挨拶に伺うつもりなの。その時はまたよろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。それにしても嬉しいな、楓さんがお兄ちゃんのお嫁さんになってくれるなんて。ってことは私の義理の姉にもなってくれるんですもんね。そういうことになるね。優しくて可愛くてパーフェクトな楓さんが私の姉だなんて、どうしよう、嬉しすぎる。そんな大げさだよ、私なんて全然だよ。何言ってるんですか。県内企業の中で一番大きい会社のご令嬢のくせに、優しくて社長令嬢でまさしくパーフェクトじゃないですか。いやいや、そんなすごいのは私じゃなくて社長の父だし。またまたそんな謙遜言って。でも本当にお兄ちゃんでいいんですか？うちのお兄ちゃんは顔も学歴も職場も超普通なのに、楓さんとは全然釣り合ってないじゃないですか。プロポーズ OK しておいてやっぱり無理ですはなしですよ。そんなこと言わないよ。それにむしろ私の方が彼に釣り合ってないんじゃないかな。よく世間知らずって言われるし、しっかり者の彼とは正反対だし。何言ってるんですか。社長令嬢はそれぐらいでいいんですよ。世間知らずなんてさすが生まれた時から令嬢って感じですよね。え、私も世間知らずになってみたい。ほんと楓さんって私の憧れですよ。あれ、みおちゃん、まだ大和さんから聞いてないのかな。え、何をですか。私の生まれのことなんだけど、俺から家族に伝えておくねって言ってたんだけどな、まだ何も聞いてない。え、なんだろう、何も聞いてないですけど。実は私、生まれた時からご令嬢なわけじゃないの。その、実は両親二人の養子なんだよね。え、私ね、実は施設で育ったの。それを今の両親が引き取ってくれたんだ。生まれてすぐに捨てられたみたいで、本当の両親については何も知らないの。え、
だから生まれたから霊嬢ってわけじゃないんだよね。え？生まれた時から霊嬢なのは私の妹かな。両親はなかなか子供が授からなくて私を引き取ったんだけど、なんとその後に奇跡が起きて子供を授かったの。嘘でしょ？楓さん、施設育ちだったの？もし詳細が気になるなら、今度ご実家に伺った時に説明するからね。このことはお兄ちゃん知ってるんですよね。お兄ちゃんは何て言ってましたか？さすがに最初はびっくりしていたけど、特に何も言ってはいなかったかな。念のため、家族にだけはちゃんと報告させてって言われたくらいだよ。私ちょっとお兄ちゃんに話を聞いてきます。一旦これで失礼します。ヤマトさん、私の生まれのことご家族に説明してくれた？話の流れで妹のミオちゃんには私から先に伝えちゃったんだけど。ああ、両親にも伝えたし、妹にも俺から改めて説明したよ。皆さんどうだった？私の施設育ちのことを受け入れてくれそうかな？それなんだけどさ、実は思いっきり反対されたんだよね。え？父さんも母さんも妹のミオもプロポーズ成功はすごく喜んでくれたんだ。でも楓が施設育ちって知った途端急に態度を変えてさ。え、その言いづらいんだけど、偽物霊嬢なんかと結婚することはない、とっとと婚約破棄してこいって。え、なんかごめんな、俺もここまで反対されるとは思っていなかったからさ、ちょっと今も驚いてるんだ。少しは覚悟してたから大丈夫。最初から受け入れてもらえると思ってなかったし、時間かけて理解してもらおうね。私はヤマトさんと一緒なら頑張れるよ。ごめん楓、俺さ、親の言う通りお前と婚約破棄しようと思ってるんだよね。え？まさかここまで反対されると思わなくてさ、そしたらなんか一気に愛が冷めてきたっていうか、結婚って家族に反対されてまでするものじゃないだろ。え、ヤマトさん、婚約破棄ってことは私と別れるってことなんだよ。婚約指輪だって素敵なものを私にくれたじゃない。だからそれ返してよ。え？施設育ちのお前にはもったいなさすぎる指輪だろ。不釣り合いだから俺に返せよ。え、それでさ、もう一つ楓にお願いがあるんだけど、お前の妹ちゃんを俺に紹介してくれないかな。はあ？私の妹？俺なりにどうしたらいいのか少しは考えたんだよ。家族に反対されてると言ってもそれなりに楓にも情があるしさ、それで思いついたんだけど、いそのこと俺が楓の妹と結婚したらいいんだよ。ちょっと山田さん、何を言い出すのよ。でもそしたら全部解決だぞ。楓の旦那にはなれないけど親族にはなれるだろ。妹ちゃんと結婚して同居すれば一つ屋根の下でお前と一緒に暮らせるし。は？俺の親たちも偽物霊嬢との結婚に反対してるんだ。正真正銘のご霊嬢である妹ちゃんなら親もミオも賛成してくれるはずだし。ヤマトさん、あなたはそれでいいの？私の妹と結婚なんて。全然 OK。 楓の妹ちゃんそれなりに可愛いしさ、なんだったら実は前から狙ってたんだよね。え？頼むよ楓、これがお前と一緒になる唯一の方法なんだ。だから前向きにお前も考えてくれよな。楓さん、家族会議の結果やはり結婚は認められませんでした。だからお兄ちゃんとは今すぐに別れてください。え？別に驚くことはないでしょ。だってあなたは偽物のご令嬢なんだから。よくも偽物のくせにお兄ちゃんと結婚しようとしてくれたわね。ちょっと待ってよミオちゃん。え、あなた本当にミオちゃんだよね。はあ？だって私にあんなに懐いてくれてたのに、なんだか別人とやりとりしてるみたいで。懐いてあげていたのはあんたが社長令嬢だと思っていたからに決まってるでしょ。なのにまさか施設育ちの偽物だったなんて。今までの時間を返してほしいわ。あんたごとくにあいつを振りまいて損したわ。え？何よ、なんか文句でもあるの？ミオちゃんは私が社長令嬢だからあんなに懐いてくれていたの？
私を見てくれていたわけじゃないの？何を当たり前のことを言ってるの？当然じゃない。え？お兄ちゃんがあんたと結婚したら、ゆくゆくはお兄ちゃんは次期社長になるかもしれないじゃない？そしたら私はその妹。金持ちの仲間入りができると思ってたのに。え？なのに蓋を開けてみれば、施設育ちで養子の偽物令嬢って、こんなの外れくじじゃないのよ。そんな、ミオちゃん。紛らわしいことしてんじゃないわよ、この底辺育ちが。あんたに愛想なんか振りまいて損したわ。お兄ちゃんは偽物令嬢なんかと結婚させないからね。ありがとう、助かったわ。は？何がありがとうなの？日本語わかる？あ、世間知らずってもしかしてただのバカってこと？日本語はわかるし、ミオちゃんたちよりはバカではないつもりだよ。はあ？婚約破棄を決定してくれてありがとう。私もヤマトさんに愛想がついてたからちょうどいいよ。ちょっと待ちなさいよ。あ、偽物ごときがうちのお兄ちゃんに愛想がつくですって？じゃあ円満な婚約破棄ということでいいよね。上辺だけでも今まで仲良くしてくれてありがとう。それじゃあお世話になりました。ちょっと楓さん、あんた一体何してくれてんのよ。え？ついさっきあんたの父親から電話があったのよ。それでお兄ちゃんは婚約破棄の理由を説明したんだけど、なぜかその後すぐ青ざめているのよ。あら、電話からは怒鳴り声も聞こえてくるしさ、そしたらお兄ちゃん急に泣き出すし、施設育ちを受け入れてもらえなかったからって親を引っ張り出してくるなんてずるいじゃない。お兄ちゃんが泣くぐらいひどい言葉を言ったんでしょ。ちょっと待ってよミオちゃん、別に私は婚約破棄についてで、ね、両親を引っ張り出したりはしていないわ。はあ？実際にあんたの親から電話があったんですけど、どうせあんたが社長のお父さんに泣きついたんでしょ。そんなことしないよ。生まれや育ちを気にする人の気持ちもわかるし、両親だって私と同じ考えの人たちなの。むしろそんな視野の狭い人と結婚しなくて済んだと思いなさい。で、私に声をかけてくれたしね。じゃあなんでわざわざお兄ちゃんに電話してくるのよ。私に聞こえてるぐらいの怒鳴り声を出していたのよ。それはあなたのお兄ちゃんが余計なことを言ったからでしょ。父は滅多なことで怒鳴り声なんてあげません。は？ヤマトさんね、私に言ってきたのよ。本物の社長令嬢であるお前の妹なら結婚してやってもいい。前から狙ってたからちょうどいいって。それの何がいけないのよ。私のお兄ちゃんたら、いいこと考えるじゃない。ミオちゃんはさ、私の妹が今何歳か知ってるかな？え、そんなの知らないわよ。どうせ、数個下ぐらいでしょ？それが実は10歳以上離れてるんだよね。私の妹はまだ16歳よ。え？なんだったら、今月ようやく16歳を迎えたの。そんな妹、アラサーの男は狙ってるって普通に考えて気持ち悪いでしょ。え、しかも私たちの婚約破棄を伝えたら妹が打ち明けてくれたの。実はヤマトさんに覗きをされてたことがあるってね。え、お姉ちゃんの部屋と間違えたって何度も妹の部屋に入ってくるんですって。怖いぐらいその回数が多くて、でもお姉ちゃんの彼氏だから言い出せなかったって。それは何かの勘違いじゃないかな。お兄ちゃんがそんな16歳覗きだなんて。私の両親たちは勘違いの一言で片付けるつもりはないそうよ。だからブチギレの電話をしたんじゃないかな。え？ちゃんと叱るべきところに対応してもらうって言ってたもの。多分そのことを大和さんに伝えたんじゃないかな。それできっと彼は青ざめたんだと思うよ。ちょっと待ってよ。叱るべきところってどんなところよ。まさか警察に通報とかはしないわよね。それじゃあね、今後どうしたらいいのか家族会議でも開いて話し合ったらどうかしら。誤解なんだよ、カエレ。決して悪いのはなかったんだ。本当に間違えて妹ちゃんの部屋に入っただけだから。通算10回以上間違えて入ってきたそうじゃない。社長一家の家だとしても、我が家はそこまで豪邸なんかじゃないわよ。でも、部屋だって、いつもすぐに出てたし、何も変なことはしてないから。だから頼む。帰ってから親父さんにちゃんと説明してくれよ。妹の隠し撮りをスマホの待ち受けにしておいて。それで何も変なことしてないって？
わざわざ私の妹専用の写真フォルダも作っておいて。それで誤解？悪気はない？そんな言葉一体誰が信じるっていうの？何言ってるんだよ。俺はそんなことしてないよ。ついさっき父にあなたの両親から電話があったの。え？息子のスマホは後ほど必ず没収します。写真フォルダを待ち受けも絶対に消すと約束します。二度と妹さんには近づかせないので、警察沙汰だけは許してくださいってね。あなたって最低ね。こんな人だったとは思わなかったわ。なんでバレたんだ。いつの間に見られたんだ。父はなおさらブチ切れていたわよ。こんなことを聞いておいて野放しできるわけあるかってね。すぐにお世話になってる弁護士さんに連絡を入れていたわ。あのバカ親が、なんてことをしてくれたんだ。そんなこと言わないであげてよ。息子を守ろうと必死になった結果じゃない。その結果、息子に不利な情報を与えてどうすんだよ。きっとあなたと同じで悪気はなかったのよ。だから許してあげたらどうかしら。頼むよ、カエデ。なんとか穏便に済ませてくれ。あの出来心だったんだ。たとえ血がつながっていなくても、妹は私の大事な家族の一人よ。その妹を傷つけた奴を、私は姉として絶対に許さないから。楓さん、もしよかったらなんだけど、うちのお兄ちゃんと復縁とかしないかな。はい。あのね、家族会議を開いたんだ。お父さんとお母さんとお兄ちゃんと家族みんなでたくさん話し合ったの。その結果が私との復縁ってどういうことかしら。ほらさ、さすがに身内には手を出さないんじゃないかなって。は？楓さんとお兄ちゃんが結婚したら、さすがにご両親も警察だっただけはやめてくれるでしょ。だからその、もしよかったら復縁とかどうかなって。それを聞いて私が喜んで復縁するとでも。お兄ちゃんもすごく反省しているの。お父さんやお母さんも楓さんの生まれや育ちなんてもう何も気にしていないって。もちろん私ももう何とも思ってないからね。はあ？だからさ、お願いだよ楓さん、お兄ちゃんと結婚してくれないかな。自然育ちだろうが偽物連中だろうが全然気にしないから。どんなお嫁さんでもうちは家族全員ウェルカムだよ。みおちゃん、そこまで無理しなくていいんだよ。え？生まれや育ちを気にするのは仕方のないことだもん。私は綺麗事言うつもりもないし、無理しなくていいんだよ。いや、全然無理とかしてないから。なんだったら私も人のこと言えないの。だから本当に気にしなくていいからね。え？今回の件で私も気づいたんだ。生まれや育ちって結構大切なことなんだなって。だって私、こんな癒やしい家族で育った人と結婚なんて絶対に無理だもん。え？だから当初の予定通り円満の婚約破棄でいいんだよ。それじゃあね。待ってよ楓さん、本当に私たちは気にしてないから。お兄ちゃんも楓さんと結婚したいって。婚約指輪も返さなくていいって言ってるよ。指輪は本日付で返送させていただきました。え？受け取りよろしくって大和さんに伝えておいてね。私の両親はすぐに警察に被害届を出し、元婚約者の大和さんはその対応に追われているそうです。噂では大和さんの自宅 PC からも年齢の若い子の隠し撮り写真や動画が山のように出てきたとか。心底婚約破棄しておいてよかったと思います。そして妹のみおちゃんはというと、ロリコお兄ちゃんが近所で有名になってしまったことで一家ともどもいろんな噂の的にされているんだとか。中には妹のみおちゃんがロリコン兄に女の子を紹介していたらしいなどと根も葉もない噂を立てられており、一家全員の引っ越しも時間の問題だと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。